こんばんは、あすみしょうです。このチャンネルで朗読などを中心に活動しているのですが、チャンネル主のツイッターにしょうのおしゃべりが聞きたいというリクエストがあったので、今日は雑談配信をしてみたいと思います。こういう時は天気の話からするといいのよね。今日はいい天気だったね。ポカポカと暖かくて、私の住んでいるところでは桜の花も散ってしまって、すっかり緑色の葉っぱに変わっちゃった。もっと北の方に行くと、まだこれからのところもあるみたいだから、お花見がまだだったらそっちに行ってみるのがいいかもしれないね。ここ数年はコロナでお花見を自粛してたけど、今年は解禁になったところが多かったみたいね。塩も近所の公園が桜の名所なので行ってみたよ。桜ももちろん綺麗だったけど、食べ物のお店がたくさん出てて嬉しかったな。塩はリンゴ飴と焼きそばを買ったよ。お花を見ながら食べるのは最高よね。お花見とは関係ないけど、この季節は美味しいものがたくさん出てくるよね。実は塩、タケノコが大好きなんだ。意外と思うかもしれないけど、タケノコご飯が大好物なの。タケノコって冷凍とか水煮以外はこの季節しか食べられないじゃない。だから毎年楽しみにしてるんだ。そうそう、キノコ、タケノコでもタケノコ派。なんだかタケノコご飯食べたくなっちゃったな。お母さんに作ってって頼んでみよ。じゃあ、またね。